大崎市ではトラックがが各地区を回る災害ごみの収集が始まりまりした。今回の大雨で発生した災害ごみについて大崎市では住民自ら受け入れ施設に搬入することになっていますが高齢者や車が水没した人など自力で運ぶことが困難な住民も多いことから委託を受けた建設会社などのトラックによる収集が古川地域で始まりました。今日は、 大江川の泳水で床上浸水などの被害を受けた稲葉中地区など六地区十二カ所で被災した家具や家電などの災害ごみを回収しましたこの辺ちょっと老人が多いもんですからなかなか自分で片つけるということもできないもんですから今日ようやく市の方からトラック来て回収してもらうというふうなことでちょっと安心かなというふうなことで トラックによる災害ごみの収集は、鹿島台地域では17日から行われているほか、その他の地域でも実施を検討しています。市では来月末までに全ての災害ごみを回収したいとしています。